に飛べば併殺を狙います。さあ今度はサードへの打球ですよ。サードやはり3本間、うん、サードランナー近藤挟まれています。さあ中田翔としてはサードに行きたいんですが、これはサードに行く前に捕まります。ダブルプレイ、まさかのダブルプレイ。中田翔も今また一塁三塁を作りたいという気持ち裏目に出てしまいました。いやこれが本当ファイターズの今の流れでしょうかね。流れですか。まさかまさかこういうことが起こると思ってないことが起きますもんね。今近藤のベースランニングはどうなんですか。サードゴロで飛び出していましたか。はい、まあ、ここ挟まれてできれば頑張って、はい。